はようございます、こんにちは、こんばんは。ビートパラドックスです。今日は重大発表があるんですよね。重大発表っていうかお知らせですね。あ、そうね、お知らせです。重大発表でしょ。重大発表なの？重大発表でしょ。一つ超重大発表で。そうなの？そう、そして一つはお知らせ。そうですね。月刊秘伝、こちらは2月最新号なんですけれども、はい、ここにトゥルルルルルーティーン、ドゥーン、見えるかな。ホジミンの DVD 発売が決定して、それの告知予告が出てます。はい、もうありがたい限りでございます。いや、もし、興味がありましたら、ぜひお手に取っていただいて、プレイヤーに載せていただいて、楽しく見ていただいて、いただけると嬉しいです。主にですね、関連法をご紹介させていただいておりますので、はい、DVD を見つつ関連をして、で実際にね、なんか北川先生がきっとセミナーを開催してくださると思いますので、はいはいはい、そこでね、そうですね、一緒に質問していただいて、一緒にお稽古できたらと思っておりますので、うん、2月のいつってね、まだね、最後の伝説が残した空手、無知の空手、武術と肉体鍛錬の追求でございます。バップジャパンさん、すごいタイトルを、ありがとうございます。ありがとうございます。パッケージがさ、はい、すごく素敵なんですよね。素敵なデザインをありがとうございます。皆さんのデザインも楽しみにしていただけると嬉しいです。はい、そしてこの我らが秀哲の藤原先生がすごいカラーで取り上げ、ね、取り上げされているので、うん、2023年2月号、秀哲の藤原先生を見つつ、そして私の先ほどの宣伝ですね、宣伝にたどり着いていただけると嬉しいです。それでなんと恐縮なんですけど、3月号ホジミンが取材がございまして、3月号には特集記事が掲載予定になっておりますので、はい、そちらの方も合わせて、読んでいただけると嬉しいなと思います。はい、なんと大千代道場、菊野先生が主催されますかの経典愛人、今年アンジェラが出場します。選手です。おめでとうございます。おめでとうなの。はい、菊野先生をはじめですね、いろんな先生方にちょっとご指導を受けながら、経典愛人試合頑張ってアンジェラが行きたいと思いますので、ぜひ皆さんその様子をね、動画でお伝えしていきますので、応援していただければ嬉しいです。アンジェラさん、どうですか、気持ちは。不安しかないです。どうなることやらでございますけれども、はい、はい、今日ですね、菊野先生と今打ち合わせをしてきたところで、はい、菊野先生も大変楽しみにしていただいて、ね、なんか逆に、そんなに喜んでいただけるのと思って、ね、びっくりしました。私も、女優さんだしなっておっしゃられるかと思ったら、経典愛人は成長することが目的のね、素敵な大会だからね、成長するという姿をお見せできたらと思いますので、皆さんぜひ経典愛人、今年アンジェラ出る、エンド、ホジミンの DVD 出る、よろしくお願いいたします。皆さん、重大発表でした。経典愛人での抱負。抱負？自分が戦ってる姿が想像できなさすぎるので、ちょっと漠然としすぎててわからないんですけれども、でひとまずホシミンと菊野先生のその顔に泥を塗らないように頑張りたいと思っております。いやいや、菊野先生おっしゃってたじゃないですか、楽しんでって。経典愛人は楽しんで成長する場所、ちょっと楽しめるか今本当に分かんないので、はい、あれなんですけれども、楽しめるように、そして皆さんに楽しんでいただけるように、はい、頑張りましょう。はい、はい、あちらさんの結局最終的な抱負は、抱負言ったじゃん、楽しめるかどうか分からないけど、楽しめるように頑張ってみたいな、皆さんにも楽しんでいただけるように頑張ります。あ、そういう抱負でしたか。そうです、はい、動画を通してね、アンジェラが成長する姿を皆さん
ぜひ楽しんでいただいて、ね、皆さんも経験愛人に挑戦してみようと。それでもし、うん、興味がある方は ね、の女性、特にね、私たち女性ですから、一緒にね、頑張れたらいいなと思っている私の抱負だそうで、ね、皆さん楽しみにしてください。どうぞ皆さんに応援よろしくお願いします。はい、応援よろしくお願いします。